ジネーションの海を旅する皆さん、こんばんは。本日は東京ディズニーシー15周年ザ・イヤー・オブ・ウィッシュにようこそお越しくださいました。私はクリスタルの世界からのメッセンジャー、クリスタル・レッドです。どうぞよろしく。さて、この記念すべき時もいよいよグランドフィナーレを迎えることとなりました。皆さん、今まで本当にどうもありがとう。しかし、私たちの旅はこれでフィナーレではありません。まさに今、ここから始まるのです。そして、いつまでも輝き続ける旅という意味が込められたクリスタルウィッシュジャーニーシャインオン。さあ、それではみんなで一緒にシャインオンをやりましょう。私がきらめく海へと言いましたら、人差し指を天に上げ、大きな声でシャインオンと叫んでください。それでは行きますよ。きらめく海へシャインオン、きらめく海へシャインオン。皆さん素晴らしい。さあ、そしてこれがこのジャーニーのキーとなるクリスタルです。それでは他のメッセンジャーを呼びかけてみましょう。ボーイ、グリーン、ブルー。さあ、みんな元気で、おーい。さあ、それでは彼らと一緒にシャインオンをやりましょう。いきますよ。きらめく海へシャインオン、きらめく海へシャインオン。皆さん大変素晴らしい。みんなやっぱりナイスシャインオン。さあ、この赤、青、緑にはそれぞれに深い意味があります。そしてその意味を知ることができたとき、クリスタルが導く新たなるジャーニーが始まるのです。しかし、それだけではまだ足りません。なぜならこの旅はクリスタルウィッシュジャーニー。そう、クリスタルが本当に輝くには皆さん一人一人のウィッシュ、願いが必要なのです。それでは皆さんの願いを一つに集めるダンス、クリスタルウィッシュダンスをお教えいたしましょう。とっても簡単ですよ。さあ、まずは右手を胸に置いてください。そして心を込めて握ります。この手を大きく開きましょう。さあ、今度は左手を胸に心を込めて握って大きく開きます。さあ、今度は手をクロスします。まずは右手が前のクロス、次に左手が前、くるっと回して開きます。右手を胸に左手を重ねて大きく開きましょう。さあ、これはもう一度、まずは右手が前、次に左手、くるっと回して開いて、では音に合わせてみましょう。右手です、左目です。さあ、みんなで一緒にその調子です。はい、クロスクロス回して開いて、皆さんどうですか。はい、クロスクロス回して開いて、その調子です。さあ、右手でウィッシュ、左手で願いを叶えて、クロスクロス回して開いて、そうです。さあ、最後は人差し指でひらめく海へシャインオン。皆さん大変素晴らしい。どうもありがとう。この海から一つの旅が始まりました。時を経て旅人たちのさまざまな願いはたくさんの思い出となって輝き続けています。それこそ誰もが持っている心の中のクリスタル。そして今、また新たな旅立ちの時を迎えようとしています。ほら、耳を澄ませて。それでは出かけましょう。あなたの心の中にあるクリスタルを輝かせる旅へ、クリスタルウィッシュジャーニーシャインオン。You follow time.
素敵なことが起こりそう。おお、さあ旅の始まりだ。イエーイ。ところで旅ってどこに行くの？私たちの持っているクリスタルにある。クリスタル？クリスタルが君たちを新しい旅へと導くだろう。
三原子力、それが混じり合えば様々な色、様々な願いとなる。みんなのクリスタルはどんな色かな。 You wish upon a star makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you.
色だ。そして今君の心にある願いは。僕の願い？大好きな仲間たちとの旅がいつまでも続きますように。そのために必要なものは。それはミッキー。ミニー。そうか、はい。ミッキー、いいじゃん。ドナルド、元気も必要だよ。グーフィー。赤、青、緑が一つになれば光は白く輝く。だから僕のクリスタルは透明なんだね。その通り。願いとは心の道しるべ、希望への輝き、長く果てしない旅の支えだ。それが一つに集まればみんなが力を合わせ助け合えれば、どんな困難な旅でも乗り越えられるだろう。ミッキー、君のクリスタルはそのためにある。さあ皆さんの願いを集めよう。たくさんの思いをクリスタルに託して、一緒に。一緒に願いを飛ばしましょう。
新しい冒険とイマジネーションの旅へ。